ウェイン。ノルウェーを活動の拠点とし、1929年に市民権を得て、ノルウェーに帰化した。ニジニノブゴロドに生まれる。本名は、イツハク・ゾラホビチ・バラベー地区といった。記事の音楽院に学んだ後、モスクワ音楽院で、セルゲー・タメーエフに作曲を指示。ウィーンに留学して、レオポルド・ゴドフスキーにピアノを学ぶ。1919年から、 ボリショイ劇場の指揮者を務めた。1922年にソ連を去り、ドレスデンのゼンパーオーパーでボリス・ゴドゥノフのドイツ初演を指揮して脚光を浴びた。1927年にオスロフィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者に就任し、1930年からは1934年までベージル・キャメロンと共に、 サンフランシスコ交響楽団の主席指揮者を務めている。1941年から亡くなるまで、エーテボリ交響楽団の主席指揮者を務める一方、ミラノスカラザにも定期的に客演し、ロシアオペラを積極的に紹介した。1952年12月にオスロフィルハーモニー管弦楽団を指揮したのが、北欧における最後の公演となった。生涯最後の公演は、 1953年1月19日に、シュトゥットガルト管弦楽団を指揮した時であった。同年12月に、オスロで亡くなった。セルゲイ・ラフマニノフを彷彿とさせる非常に美しい、ピアノ曲を作った。商品だけでなく、ピアノソナタや、バイオリンソナタも、再評価を受けるようになるであろう。ピアノ競争曲映派短調作品20は、 魅力的なメランコリーの表現において、ラフマニノフや、メトネルの作風との共通点が見られるだけでなく、色彩的な還元落法においてスクリアービンとの類似も感じさせる。ドブローエンは、ニコライ・メトネルや、アルトゥール・シュナーベルと共演しており、ロシアの作家マクシム・ゴーリキーやノルウェーの探検家で、政治家のフリチョフ・ナンセンとも親しかった。また、レーニンが、ベートーベンの、 熱情そなたをお気に入りであるというので、この曲を、レイニン本人の御前で演奏したことがある。ありがとうございます。